はい、皆さんこんにちは。スペースビズ編集長の太田です。いかがお過ごしでしょうか。宇宙ビジネス超入門者向けに世界や日本で起こった宇宙ビジネスのトピックニュースを一つですね、一つご紹介します。号外ニュースになりますが、本日は三井住友海上、世界初の月保険をアイスペースと共同開発について述べますね。10月7日に三井住友海上はアイスペースと打ち上げから月面着陸までを保証する世界初の月保険を共同開発したと発表しました。こちらの月保険は最短で2022年11月に打ち上げを予定しているアイスペースのミッション1で同社に生じる損害を保証します。ミッション1とはアイスペースがスペース X のファルコン9を使って打ち上げ、独自開発したランダー、まあ月着陸船ですね、まあ、ランダーによって実施する同社初の月面着陸ミッションのことなんです。月保険の概要をお伝えしますと、地上では損害箇所を目視することはできますけど、宇宙および月面では損害を目視することはできませんよね。そこで月保険はランダーから発信されるさまざまなデータを地上で受信し、ランダーの状態を確認します。データが受信できない場合やデータに異常値が見られた場合など、予定していた月面航行や着陸が達成できない場合などに保険金をお支払いするんです。三井住友海上はアイスペースを含む月面開発を基としている事業者へ月保険を提供し、月面市場のビジネス創出を後押ししていくようです。3メガ損保がこぞって宇宙ビジネスに参入してきたので、インフラとしての役割を大いに期待されますよね。ご清聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。上にマーク出てお願いします。